今前半の40分がスタートです。中に入ってスルーパスを狙ってきますがしっかりとしたカバーがあります。いい対応しましたね。センターフォワードに入れていきましたけれどもショートパスをつないで早いリズムを作っていく日本。左サイドバック攻め上がりがあった酒井豪徳、クロスボールは直接狙ってきましたがゴールキーパーの正面になりました。やっぱり J リーグ勢のタイミングではまた違いますからね。また早い攻撃になって中央には1人センターフォワード走り込んでいますがクロスは上げさせませんでした。大木原が最終ラインに下がってビルドアップに参加をしています。そしてセンターバックの浜田から裏を取れというような、ね、大きな声が聞こえてきましたが、ね、さあチャンスになった日本。酒井豪徳まだあります。今水沼孝太から長いをいやくさびのボールを打ち込んでいきましたがここに大迫がいます。ワントップの大迫です。その大迫から大木原左足得意シュートを打ちました。ロングシュートを打っていきましたが枠の外です。招集をされた20人の選手たちがどんなアピールをこのトゥーロンの舞台でしてくれるのか、うん、左サイドバックまたいいですね積極的な攻め上がりがある。大木原にボールを預けます。そしてまた酒井豪徳出てきましたね。そして大津を使う酒井豪徳個人での突破力ももちろん持ち合わせています。大津には通りませんでしたが、日本の攻撃を見ていますとやはり左サイドが今日は積極的活性化しています。回してもいいんではないかなと思いますよ。酒井豪徳のカバーがあったがちょっと入れ替わられましたけれども、早いですからね気をつけないと。さあそして9番のテーフィックが行くシュートを打ってきた。日本のゴールキーパー安藤を防いでいます。中に切り込む大迫、大津のプレー。そして中に入ってきて大津から水沼孝太、前に少し隙間ありますがあっと大津が行った。壁に当たっています。サイドを見ています。9番のテオフィック、サイドバックの攻め上がりがあります。また高い位置を取っている。そして裏を使ってきたクロスはあっと速いボールこぼれている。山本浩介から大木原です。あいい動きですね。いいですね。水沼がシュート打ってきた。おいいじゃないですか。もうちょっと寄せろというような声も日本のベンチからは聞こえています。酒井豪徳が大津からのボールは大迫に通ってあっとオフサイドポジションにいた水沼シュート打った。いいです、ね、こぼれていますが当たりはこう海外でね培ったものの一つだと思いますけれども、強いですよね。柏から去年の夏にドイツボルシアに浮かせてきた。フラッグ上がりました。大津から東、大津縦突破クロスはいいところにいたシュート。最後は水沼孝太でした。大木原の長いドリブル、大迫のポストプレー、いい飛び出しがあってよく前線が連動している大津。そして大迫また出てきた。中央に3人いる。大迫の個人技ですがその水沼低いボールです。速攻を許したくない日本。ここ気をつけないといけないですね。3対3ですね、はい、足りないですからね。そして左サイドからテーパーが上がってきた。4対4の数的同数の局面だ。突破を狙ったカバーがあってバット日本ピンチになりました。最後はゴールキーパーのワンドは足に当てていたでしょうか。キープしたいところですが、さあ今度は日本の速攻です。大津から大迫選手フリーですね、いいボールが出てきましたがと様々なことをベンチは計算をしているはずです。オーバーヘッドでクロスボールを入れてきました。低いボールでしたがおっとまたシュートを狙ってきましたが4番のアイクトです。ここで前半終了の笛が鳴りました。トゥーロン国際大会日本の初戦トルコとの対戦は前半両チームともに得点なしスコアレスです。今ベルギーヌゾロの主審の笛が鳴って後半の40分がスタートです。中央に曲げてきて東シュートを狙ってきましたがディフェンダーに当たってコースが変わっています。アイクトが近いところに来ましたがとフリーだあーっとまたヒヤッとしました日本。吉田豊が左に回りましたね。そして大岩は右のサイドバックです。
荻原、一旦東が引き出す、もう一度東、さあ吉田豊、東が前を向いてそのサポート、大津テンポよくボールを回していった、うん、さあ日本らしいパスワークが出ましたが足が伸びました。アイクト、山本光介が磨していった、うん、あちょっと当たりすぎましたね。で今ピッチにいるのはボルシアでプレーをする、あっとシュートを狙ってきた、ちょっとまた嫌なところでのフリーキック、先ほどと似たような位置からのフリーキックになってなだれ込んでくる、低いボールできた、あっとやられました、日本やられてしまいました。いや斉藤学、今勢いよくピッチに走り込んできました。局面が打開できますから非常にうまく使っていきたいですね、その斉藤を早速仕掛けていく、浮かせて斉藤のところですが、長身ディフェンダーの対応が、予選で初出場してからは非常に鮮烈な活躍を見せてきた斉藤学が登場しています。いいじゃないですか、いいですね、はい、これで左サイド山本選手上がっていいと思いますね。水沼、斉藤、裏を狙った大迫のプレーはゴールキーパーが出てきました。9番のテウフィックには合いませんでした。しかしまたサイドに流れて中央に1人いると、直接ゴールを襲うようなクロスボールになりました。水沼突破した、斉藤学ぶ得意のドリブル、中に入ってシュートまではいけませんでしたが起き上がれというレフリーのジェスチャーです。斉藤学ぶ挟んだ、あいいドリブルです、得意のドリブルから大迫、ちょっとトラップ流れて、しかし斉藤学ぶの切れ味は何度かチャンスの芽を生んでいます。山本光介とトップの大迫がどうやらアウト、そして高木義明と指宿です。鈴木はファーに回り込むと見せかけてニアサイドに行く、しかしファーに行った、指宿だ、その高木ドリブル得意、身のこなしが軽やかでコーナーキックになりました。中央に来た指宿、また指宿を狙ってきました。指宿選手の高さを生かそうとしてますよね、そして2回続けたことによって相手の意識もねかなり指宿に向いていくと思いますけれども、はい、いやこれうまいですね、斉藤学ぶシュート、いやクロスだ、指宿足元も高めシュート、裏を取られた、サイドをえぐられる、中3人入ってきた、クロスアウト、失点してしまいました。日本2点目を失いました。最後11番だったでしょうかね、エレンのシュートが決まって後半の34分のゴールです。上げるわけにはいかないですよね、そこで止まってたところ、裏のスペースを使われましたから、イブスキのシュート、強烈でした。いいですね、意識ありますね、まあ、長身ですのでヘディングばかりが、まあ、注目をされますけれども、実はリーグで取った20点のうちそうした形は多くなくて、こぼれ球への反応の良さなどで点を取ってきましたと語るイブスキです。そのイブスキの前にこぼれていくなボールをいくら生み出せるか、この後の日本、斉藤からもう一度斉藤だ、左を使った、東逃げていく動きがある、イブスキだ、そこにはマークがありました。センターバックの浜田持ち上がる、イブスキが一旦下がって今度は裏を狙っていく、左サイドを使って斉藤、早いタイミングで東、その後ろのイブスキ、右サイドを使う、サイドに横に揺さぶっていこうという日本、あっとハンドがあったように見ましたがそれはなし。吉田豊からの長いボール、イブスキへのロングボール、イブスキ競り勝った、東に落ちた、東からサイドのスペースは斉藤学、イブスキはどこに行く、イブスキはニアからファーに逃げていく、東へのボールは渡らず、ゴールキーパークリアです。出しませんでしたトルコ、吉田のところはあっと取られてシュート、フラッグ上がっていますか。守備を、ね、しっかりと取らないことには、ね、やっぱ攻撃につながりませんから、イブスキからポストプレーからいい形を作ります。4対4の局面ですがファールがありました。イブスキ今度はニアサイドに行く、今度はファーに行った、流れてしまいました。水沼から斉藤、イブスキ、ないボールですけどね、裏へ呼んでいますが、いいカバーされましたね、ここで長い笛が鳴りました。試合終了、
日本トゥーロン国際大会の初戦トルコ戦は2対0で敗れるという結果になりました。